はい、これはもう結構今どうですか？これ、ラプト理論だけで、ラプト理論プラスアルファだけで1114なんで、これはもう結構もう多く、1129、はいですね。谷公一でいいのかな、いいんですと思うんです。国家公安委員長。国家公安委員長って何ですかね、わかんないですけどね。はい、岸田さんの、ちょめちょめの後、うな丼はしっかり食べた。うな丼はしっかり食べた。いいですね。うな丼食べたいな。食べたいな。カップラーメンも飽きましたよ。ね、だからね、宇宙人ね、アシュタール、南へアシュタールはね、庶民からお金を集め、絞り取ってね、美味しいもの食べてるわけですよ。ね、南へアシュタールね。ね、通貨発行権から、こういうところから取ればいいじゃんね。谷公一、国家公安委員長とかね、ビル・ゲイツとかね。ビル・ゲイツって有名ですよね、ビル・ゲイツって。ロスチャイルドとかね、ロックフェラーとかね、世界の金持ちっていうかね、宇宙人なんだから、そういうとこからお金取ればいいんですよ、宇宙人なんだからね。おかしいですよね。なんとかね、これは私の動画なんかね、私間違ってますでしょうかね。宇宙人ね。宇宙人を名乗ってる人結構いるんですよ。ね。私は宇宙人ですってね。地球外宇宙人ですっていうね。まあ、地球外っていうかね。人間ではないっていうことですね。だから、何でも知ってるんですよ。何でも知ってんですよ。で、何でも知ってて、なんか、中途半端な情報をですね、発信してね、なんだかね、恋愛とかね。恋愛とか好きなものを食べてくださいとかね、そんな話ばっかりでね、それで人を集めてね、で、高額のなんか、あれが出てんですよ。出てんですよ。アシュタール詐欺でね、検索すると出てんですよ。こういう人からお金取ればいいじゃん。ね、いっぱい持ってんだから。ね、日本政府。やはり事件は〇〇だったということで、こちらね、ラプト理論プラスアルファをね、ご覧ください。他にもね、いっぱい出てると思いますね。YouTube でももう、みんなやるんじゃないんですか、これは。お味噌チャンネルさんとかね、やってくれると思うんですよね。あ、そうだ、お味噌チャンネルさんね。あ、それも撮ろうかな、ちょっとね。お味噌チャンネルさん、2000回超えたんで、確か。すごいな、やっぱ人気がですね。アシュタールやってくんないかな？アシュタールね ちょっと、どうもすいません。失礼します。